この赤い看板、ハンコ屋さんなんですけど英語の看板なんですよ。ハンコイズアパーソナルシー。ちょっと外国人向け気になるのでお店入っていきます。こんにちは、テレビ金沢アナウンサーの森谷と申します。表の赤い看板が気になって入ってきたんですけど、店の前を海外の方通られるんで、その方に向けてハンコをアピール。これマイケルさんです。マウ、マウ、ケイ、ケイで、王変の竜、ルオリビア、オリビア、オリ、美しいアジアの。この当て字はお店独自なんですか？その時に合わせて。じゃあこの漢字が、こうなんかかっこいいとか、かっこいいので選ぶのか、それとも漢字に意味ってあるのかとか、はい、その漢字を意味をお話しして、その時出来で合わせて、わーおーっていうのは、あーもう感動で涙です ね。え、涙？はい。単純に漢字が惚れたってだけで多分泣かないと思うんだけど、うん、俺の名前にこの字を当ててくれたんだっていう思いがきっと合わさって完成したものが、何回も押せて、おー、こんなものができるんだって俺の名前なんだって多分感じたら、何か感極まったのかね。旅先での思い出ってきっと一生残りますしね、うん、きっとね。写真をぜひ撮らせてもらってもいいですか？いいですよ。ありがとうございます。看板どこでいいですか？今ずっと外国の方の話だったんですけど。撮ります。はい、チーズ。押すのが楽しい。観光